ブライトさんとですね、リード注意です。あの、よくですね、これもガンダムのですね、解説本などを見ると、リード艦長って書かれることもあるんですよね。でも、リードさんは注意です。 ブライトさんはこの時に階級すらありません <laughs>。ただ単に士官候補生のブライト君で多分戦場臨時任官っていうのが制度があるんですね。つまり戦争状態になった時にしょうがないからその場にいる上司が命令して任官させるっていう制度があるんですけど多分その戦場臨時任官制度を使ってもまあ 順位って言われるですね、上位の一つ下あたりが、まあ、ブライトさんのポジションだと思います。リードさんというのは完全に注意だから上役なんですね。ところが、ところがですよ、ブライトさんは仮にもですね、パオロ艦長から任されたわけですね。これはですね、海軍用語です。最先人士官、えー、最も先に、 えー、任命された士官であるということですね。陸軍ではなくて海軍にある制度です。陸軍ではですね、戦争映画とかを見たら、例えば敵に攻撃されて司令官が死んだらですね、その場の人間がやることはすぐに司令部に連絡を取るんですね。だからすぐにトランシーバーとかを取り上げて、無産業取り上げて、司令部司令部とか隊長がやられたらどうしたらいいか教えてくれっていう,う言うんです。これは陸上で常に周りにですね、連絡が取れる仲間がいるというのが前提。これが陸軍の考え方です。ところが海軍。 で、おそらく宇宙軍も違う。海軍というのはですね、たった一隻で行動している場合も多いです。で、その時にですね、宇宙船、敵の攻撃とかでですね、ブリッジがやられたら、艦長がやられて、副長がやられて、機関長がやられて、艦班長がやられてっていうふうにバラバラバラッと死ぬことがあると。その時に重要なのが、この千人士官です。つまり、その場でですね、いる一番位の上のやつを探すと。 それがもう5丁しかいないとかですね、軍曹しかいない。それでも構わないです。その軍曹の中で一番最初に軍曹になった、いわゆる芸人で言うとですね、一日でも早く入ったやつは兄さんみたいなもんですね。だから同じくらいの中で一番兄さんを探すんです。で、その兄さんのやつが全部の権利を持っていく。だからブライトさんは、そのパオロ艦長からですね、お前が船を運用しろと言われた時に、順位であろうと、士官候補生であろうと関係ないですよ。 これ、彼はホワイトベースの最先人士官になったんですね。なので、艦長とはまあ、呼べないだろうけども、艦長代理みたいな立場で占めてます。それに対してですね、リード注意はですね、自分が乗ってるスペースシャトルが敵に撃たれて入ってきただけなんですね。なのでですね、注意であろうともですね、実はこの人より、軍隊的に考えると位が下なんですね。こっち、艦長扱いでですね、こちらは避難してきた、 えー、位が上の人なんですよ。これがもし、連邦軍の上層部と連絡が取れてたら、あっという間にですね、リード注意を艦長としろっていうような任命が行われるんですね。でも、このホワイトベースではですね、ルナ2を出た後、レビル将軍からのコンタクトがあるまでですね、一切の連絡がついてない状態です。イコール、任命が行われてない。 ので、えー、再選任士官制度によってですね、ブライトさんが、ちょっとホワイトベースの官庁代理で、リード中やはそこに乗っているお客様みたいな立場なんですね。言い換えれば、このホワイトベースが第一話でですね、あの、サイドサイプに入ってきた時に、パオロ官庁がですね、テム・レイっていうですね、アムロ・レイのお父さんに、敬語で話してましたよね。あんな感じだと思ってください。 決して粗末に扱えないんだけども、ホワイトベースに関しては私が責任持つという立場がブライドさん。しかしこれも戦時の臨時でおまけにこの人もまだ学校にいた学生なので、リードさんとしてはいろいろ命令する。 当然俺が艦長だよな。ところがこいつが指揮権を渡さないわけですね。なので、ややこしくなってるとです。これもあの、おとになってからガンダムを見るとわかるですね。なので、この変な人間関係になっているんですね。関係が曖昧なままなんですよ。このホワイトベースはもう一万、 上の人がもうブライトさんしかいなくて、軍人がブライトさんしかいないというような話をしたときに、いやいや違うと。リュウもいるし、他にもあのホワイトベースに軍人いるよ、いたよっていう人がいるんですけど、その通りなんですけど、ちょっと違うんですよ。まず、ウも士官候補生で、彼はあのパイロット候補生っていうですね、ちょっとあのルートが、 違うんですね。ホワイトベースの他にですね、例えばエンジンルームとかいろんなところに、あの、軍人いるように見えるんですけど、あれはね、おそらく技術士官、つまりメーカーからのですね、出向の人だったりですね、あと医療士官とかですね、まあ、つまり医者とかコックなんですね。それはね、正式な士官でないから、 官庁になれないんですね。いくら戦場で、まあみんなやられたからといっても、基本的にはその士官構成というか、あの正式な士官ラインがある限りはその中で任命するというのが前提なんですよ。で、またですね、あのホワイトベースって例えばそのミサイルの撃ち方とかを軍人が指示するシーンがあるんですけど、それはね、やっぱ怪我してる人とかなんですよね。で、怪我とか病気でですね、動けない人もですね、やっぱ民間の対象にはならない。 本当にもうブライトさんが士官学校を出てまだ6ヶ月目ぐらいでいきなり官庁扱いになっているというホワイトベースの異常さがこれでお分かりになるかと思います。